高階恵美子は、日本の女性政治家、看護師、保健師。自由民主党所属の参議院議員、元厚生労働副大臣。参議院議員通常選挙では、高階恵美子と、広報している。第24回参議院選挙で、街頭演説する高階宮城県上郡、中新田町出身。中新田町立中新田小学校、中新田町立中新田中学校、 宮城県古川女子高等学校衛生看護科、埼玉県立衛生短期大学、東京医科歯科大学医学部保健衛生学科卒業、東京医科歯科大学大学院医学系、研究科博士課程前期終了、後期中退。大学院博士課程在学中に、中央アフリカ共和国での HIV 予防ケアの NGO に参加。博士課程中退後、 トラノモン病院や宮城県精神福祉、保健福祉センター等に看護師や保健師として勤務し、厚生労働省に看護技官として入省、保健局医療課長補佐などを務める。その後、東京都老人総合研究所客員研究員、結核予防会結核研究所研究員、東京医科歯科大学医学部内講師、日本看護協会常任理事等を歴任。 がん対策アクションプラン2005を取りまとめ、平成18年度診療報酬の改定等に携わる。2010年、日本看護連盟の組織内候補だった南野千恵子の引退を受け、公認候補として、第22回参議院議員通常選挙の比例区に自民党公認で出馬し初当選。2014年9月、厚生労働大臣政務官に就任し、 2015年10月23日には自民党女性局長に就任。2016年7月10日、第24回参議院議員通常選挙で再選。ありがとうございます。